このブリッツマグナムのアドバンテージはボディの大きさから想像できない薪の軽さからくる圧倒的なレスポンス、障害物を容易にかわしながら一日中難なく巻き続けることができる。おーしよしよしよし、よく噛み、うお、やばいやばいやばい、やばれんねん、めっちゃでかいとこです。6ぐらいあんちゃうのこれ。ちょっと待って、おはようございます。 OSP プロスタッフの三宅です。まあ、ちょっとローライト模様ですけども、今日はね、まあ、でっかい、マグナムクランクね、これを使ってちょっとやってみようと思うんですけど、まあOSP の、ブリッツマグナムのシリーズに、まあ、MR に加えて SR っていう新しいシリーズが出たんですけども、まあ非常にねこれが出たことによって、まあ、いろんな使い方、SR、MR を使い分けることで、いろんなレンジ、いろんな使い分けっていうのができるようになりました。で、まあね、今琵琶湖の現状でいうと結構ライトな釣りっていうのが前世になってて、まあミドストとかアイジ系とかっていうのが、まあ、前世になってる中でですね、まあ、こういうでっかいのを使ってちょっとね、一発いいのが、まあ、狙えるルアーなんで、まあ、これをねちょっとやりきって、まあ、皆さんにそういう釣りをまあお見せできたらと思うんで、まあ、ちょっと頑張ってやってみたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ最初はねこの SR でちょっとレンジ合わせながら、まあ、MR とローテーションしながらやりたいと思います。行ってみます。でまあウィードトップに、基本はもうウィードトップに、当てるような使い方ですね。まあ秋なんで、そのまあ適水温でね、ベイトもバスも結構全体的に、レンジもやっぱ深い浅い、まあ極端な話したら10メーターにいるやつもいるし、数十センチのやつもいるしみたいな感じで、そのめっちゃ浅いとことめっちゃ深いとこみたいなにもいるし、まあやっぱ全体的に散るんで、まあ、こういうクランクとかで寄せて食わせるっていうのは効率いいんですけど、ただまあ例えば今日なんかもすごい水が結構クリアアップしてて、まあ、一見ねクランク、ね、ちょっと厳しいんかなみたいな感じがするんですけど、まあ、こういうローライトの時ってね、意外とまあこういうちょっとまあ、僕はナチュラル系のカラーも選んでますけど、クランクがバッと寄せてね、一発こう大きいのだけに選んで口使わせることができる場合もやっぱあります。で基本的にはやっぱベイトの多い場所っていうのを選んでいくんですけど、まあ、それもまあ今はねこれボディウォーターのまあ本当にど真ん中というか深い側から浅い側の境目ぐらいのウィードトップやってますけど、そうですね、まあこういうのでまあ浅い方深い方って動きながら SR と MR ローテーションさせながら、まあ大きいの投げ切ったら一発来る可能性も全然あると思うんで、まあ特にねこうローライトの時はやっぱこういうクリアでもクランク、マグナムクランクって実は結構効いたりするんですよね。うん、よし、立て、不意に食ったわ、やば、あ、やばいやばい、よしよし、マグナム、よし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 、よく噛みけるか、よいしょ、ういよっしゃー、エバスや、エバスエバス、よっしゃ、来たぜ、ブリブリ、やっぱマグナムに来るのええね、最高、不意に食ったわ、こんなもんやね。マグナム、ええの食うね、やっぱり。
まあ、今のも完全にパーってこう喋りながら巻いてて、ウィードにタッチしてこうほぐって浮いてる時にガツって食ってるんで、まあ、あのやっぱウィードトップの辺にいるんかなっていう感じですね。なので、まあ、あの浮力とかを生かして、あとはボリュームでね寄せるっていうのを生かして、まあ、いいやつをこう狙って取れるんでね、あの、まあ、一つはまあ繊細にウィードトップに当ててほぐすっていうところだけはきっちりこう、まあ、それがすごいこれあの重心移動がなくて固定なんで、その辺のレスポンスとか回避っていうのがすごいいいんですよね。なんで、まあタッチして時の感触も伝わってきやすいし、まあ当然巻き感もねめちゃくちゃレスポンスもいいんですけど、その辺のこうタッチした時の、ほぐしやすさとか感じ取りやすさっていうのも、まああの固定重心のメリットですよね。まあその辺も非常にあの扱いやすいというか、めっちゃレスポンスよく作ってあるんで、まあマグナムクランクっていうカテゴリーですけど、普通のクランクっぽくでかいクランクを扱えるんで、その辺がすごいこのクランクの、まあ、あの一番のメリットだと思います。カスがボイルしてる。うん。おっしゃ。おっしゃしゃし。おっしゃし。おっしゃしゃし。おしでかいぞ。食ったらでかいぞ。よしよし。よしよしよし。よしよし。でかいで。よしよし。SR? MR よね、こいつは。よしよし。よしよし。よしよし。はいよ。ほい。ぶとぶと。ええわすかね。食ったらでかいね。でかない？でまあね、今のも完全にウィードにタッチした瞬間に MR で食いましたけど、マッチザベイトだけじゃないんで、バスのパターンって、あの当然 IJ とかワカサギパターンもあるんですけど、全然ストロングなこういうクランク、でっかいクランクででっかいやつを狙っていくっていうのは全然ありなんで、あのもうこういう人のいないエリアはやっぱプレッシャーもないんで躊躇なく食ってくるんで、これはもう固定概念なしで巻き続けてほしい。でね、まあブリッツマグナムのタックルに関しては、まあラインはね、僕大体ほとんど、まあ水深入れたいときは14も使いますけど、大体16か18ですね、フロローの。はい。を使ってます。で、リールはね、まあ僕の場合はもうローギアか、まあギア比高くても 6.3 対1ぐらいですね。まあそれかまあ 5.5 対1とかローギア使う場合が多いですね。まあ、この SR の方であれば、今こう 6.3 のギア比にまあ、7、これ長さはね74あります。7ヒート41で、まあ、これはミディアムヘビーですけど、まあちょっとね、食い込み入れたいときはミディアムヘビー使ったり、まあレギュラーテーパーぐらいのミディアムヘビーから、まあヘビーぐらいを使います。まあ、あの例えばこれはミディアムヘビー、 SR はミディアムヘビーですけど、まあ、これどっちも SR は MR もいけますし、まあ、こういうローギア 5.5 で、これ MR ですけど、こっちは、ビッグベイトとかも投げれるような、7点の H っていう竿ですね、まあ、スイムベイトとかも投げれる竿ですね。まあ、こういうの使ったり、まあ、これライン16ですね今で、あとは、表層系のこのマグストとかで使うやつは僕は、これも74の MH プラスっていう、ロントに、まあ、6.3 のギア比に14ポンドこれは使ってます。まあ、こういう組み合わせですね。まあ、だいたい14から18ぐらいのラインにローギアから、まあ、6.3 ぐらいまでマックスで7フィートちょいぐらいの
竿で、まあ、もうちょっと小気味よくこうシャローカバー打ちたい人は7フィートとかの H とかの竿、ミディアムヘビーとかヘビーぐらいの竿でもいいと思います。まあ、これ参考にしてみてください。はい、今回ね撮影で使用しているブリッツマグナムの、既存の、MR ですねと SR、まあ、これね、まあ、見てもボディは、まあ、サイズ一緒なんですけど、リップが明確にね違うのは見て分かる通りです、はい、でまあこれレンジが単純にまあ浅い深いし、まあ、あの動きのね味付けもやっぱ若干違うんですけど、で、まあ、ウエイトはね、MR が 45g の SR が 40g っていう感じですね、はい、でまあ両方重心はもう固定されてます。まあ、これは、もう明確にやっぱ、飛距離がねさえ、出すことができればやはり、重心固定重心の方がやっぱレスポンスが、どういう状況につけてもやっぱ良くなると。で今回もまあやっぱ例えばウィードに、こうダイブさせて、外して浮かすっていうこととか明確にこう回避、させる、そういう硬いところを通して綺麗にまあ横飛びしすぎずに綺麗に自分の思ったコースを通せるっていうところからもやっぱね、この重心のバランスっていうのはすごく重要になってきて、まあ、そこにこだわってありますよね、はい、でまあまあボディもねやっぱりハニカム HP っていうね、まあ、特殊なこういう薄く作れる、ね、強く薄く作れるボディで、まあ、さらにその重心のね固定重心の、部分っていうのをさらに増幅させるような、そういうポテンシャルを引き出すことができます、はい、でまあこんだけねボディサイズ、まあ、僕なんかねもう見慣れて大きくは見えないんですけど、まあ、非常に大きいボリュームのあるクランクなんですけど、このブリッツシリーズのもう本当に一番の、まあ、一番っていうことはないですけどメリットっていうのはやっぱり引き感が小さいクランクと同じような引き感、同じ感覚でこのでっかいクランクを扱うことができるということですよね。そこがやっぱりあの、もうこのでかいクランクを使うぞみたいな、そういうあの思い切って使わなくても普通のクランク感覚で大きいクランクを使うことができるということですね。まあタックルはねある程度やっぱちょっと、うん、若干強いものを使わなければいけないっていうのはあるんですけど、やっぱりこう今琵琶湖全体で言えることっていうのが、まあベイトがねワカサギとかアユとか、まあよく言われているバスの稚魚であるとかハスの子供とかね、まあそういうところがメインベイトで秋口になってきてるんですけども、まあ皆さん、まあ例えば IGK とかミドストとか、まあちょっと脳進化系とかね、そういう釣りっていうのはやっぱ多いですよね。はい、まああとはアラバマ系のリグとか、まあ、そういうの多いんですけど、まあ、あんまりねこうボリュームのあるルアーって使う機会って減ったように感じるんですけど、実はマッチザベイトとはまた違う要素っていうか、まあ、こういうものだからこそでかいものをこう、選んでかけることができるっていうところも今日ね、見てお分かりの通りなんですけども、で、水がね、まあ、濁ってる場所も当然あるんですけど、結構クリアになる速さっていうのが今の琵琶湖結構あのその速度が速いんですけど、まあ、今日なんかもねクリアなとこ結構もう丸見え、ウィード丸見えなとこ結構多かったんですけど、その中でも、使い方次第で全然ね、ああやってバス食ってきてくれます。でそれが何かっていうのは、まあ、軟膏の場合は別に巻き続けて食う時もあるんですけど、巻き続けて食わすだけじゃなくて、ウィードが例えばこうウィードあってコンタクトさせて、このウィードのストラクチャーを使ってこうゆっくり浮かしたり、またちょっと当ててほぐしたりみたいな、あのどっちかというともうワーミングに近いような使い方なんですよね、うん、だからウィードトップまで行ってそこからワーミングに近いような使い方をするんで、特にクリアな時ってそういう使い方すると食ってくるんですけど、まあ基本的にそのブリ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 こうずっとブリブリしてるわけじゃないんで、このぐらいのサイズでまあ単純にこうバルキーのワームとかって考えたらそんな別にね普通にあるじゃないですか、これぐらいのサイズのワームって。なんでまあそんな別に濁ってるだけじゃなくてソフトベイト感覚で、そういうイメージで使うっていうことも、まあ、ウィードトップなんかねストラクチャーの近くではそういうイメージで使うっていうのも、まあ、クリアな時は有効になります、はい、でまあいろんなシチュエーション、硬いもの柔らかいものいろんなところでやっぱりこのねマグナムだからこそ、このブリッツマグナムだからこそ抜けやすいし、使いやすいし大きい魚寄せやすいしっていう、性質も結構あるんで、まあ非常にね今回見てもらって分かるようにも、普通に食ってきてくれるんで、これからね、まあ、年中通して使えるんですけど、クリアでも濁っててもどっちでも、巻いてもらったら大きい魚寄せることってできると思うんで、まあその辺ねぜひ試してほしいのと、でまあ今このね MR の方っていうのは大体そうですね、マックス 4.5 とかまで入って、SR 当然シャローの数十センチから2メーターとかそういうところでも使ってほしいんですけど、最大深度はまあ4とか、まあ、3.5 とか入ってくれるんで、
まあ、こっちも深いとこはまああの遠投して投げて負けは、はい、入れることもできます。ただまああの深いとこはやっぱり MR の得意なんで、こっちを使ってもらえたらと思うのと、あとはねよくまあ最近動画でも結構ねもう、公表されてる、公開されてる、マグストって言われるね、こうやってまあ後ろにこういうフェザーのフックをつけて、ちょっと動きを抑制しながら、表層近いところでこうやって使う、そういう使い方も当然、琵琶湖においても全然出るんで、でまあ、 あのこうやってね僕の場合はちょっとやっぱりマーカー張った方が、集中力も上がるし、視認性が上がってどういうところを実際綺麗に通してるかっていうのも見やすいんで、まあ、これはビッグベイトと同じような感覚で使ってもらえたらと思うんで、まあ、これはね、SR の方でやってもらったらと思うんで、まあ、こういう使い方もできるんで、まあ、これも全然多分あの皆さんやっても、簡単に使ってもらえると思うんで、まあ、ぜひねその表層をバスが意識しているような時はこっちの使い方もやってもらえたらと思います。はい、SR マグナム、まあまあボトムフィーディングフィッシュ、よし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 、うお、やばいやばいやばい、バレんなよ、ちゃんとかかっといてくれよ、ちゃんとかかっといてくれよ、おし、やばいねやばいぞこいつマジで、ちょっと慎重に行くわ、やばい、ほんまバレんといてくれ、逆で取るわ、よし一撃マグナム、むっちゃパワーあるこいつ、やばい、超でかい超でかい、糸をかかってる、糸がかかってるわ、慎重に行くわ、ちょっとでかすぎる、めっちゃでかいぞこいつ、6ぐらいあんちゃうのこれ、よしよしよし、もういいぞもういいぞもういいぞ、よっしゃー、やばくねこれいったな、ちょっと待ってでかない、イエーイドシャロー、水深30センチぐらいかな、いやーほんま今ね超でかい、まあ、60食いましたけど、まあほんと今のもね超浅いと、まあ、ちょっと瞬節絡んでパッと上がった瞬間のなんていうかな、もうほんまに浅いとこで、まあここちょうど今あの瞬節工事みたいなやってて、濁りも適度に入ってていい感じなんですけど、まあもともとね結構このいい場所で、で角でやっぱり今ちょうどボイルフィーリングするタイミングがあって追い込みやすいんでね。で、アユとかワカサギ追い込んでて、で、まあ普通結構みんな、あの、アイジ系とか、
こうやる、まあベイトに合わせて IG とかやったりするんですけど、意外とねああいうボイルしてる時って、あのバスってもうほんとね大きいベイトからでかいバスって大きいベイト入ってきたらそれを瞬発的に食ったりするんで、意外とちっちゃいベイト追っててもでかいルアーにバーンって一発で反応したりする場合もあるんで、でまあ今典型的なそんな感じでもうあのそういうのが見えたんで投げたら一投で食ったっていう、まあそういうパターンですね。だからあの決してマッチザベイトだけじゃなくて大きいやつこそ、これね食ったの、まあ、マグナムの SR でしたけど、まあ、レンジに合わせて MR と使い分けたらいいんですけど、まああのそういうのをバシッとハマったらね一撃であんなでかいの食ってくるんで、まああの何もそのベイトがちっちゃいからといってルアーがあのちっちゃくないと食わないっていうことは絶対ないんで、あえてそういう大きい方あの投げたらあえて一発で食うってことも結構あるんでね、まあそのそこをねこう結構あの使い分けれるといい魚パッて取れたりするんで、あのやっぱストロングっすよねこの次。お疲れ様でした。今日一日ね、ブリッツマグナム SR MR 投げ倒して、まあ60とグッドコンディションのバスをね見事にキャッチすることができましたけど、まあちょっとね水もすごい綺麗になってて、まあ最近の琵琶湖の特徴で、でまあやっぱり見てても結構やっぱりワカサギ系の釣りやってるアングラーが多かったのかなという感じでしたけど、まあこのねマグナム、投げ倒すことで、まああの本当に大きいのを選んで釣れるっていうね、まあ本当に本来の琵琶湖らしい。こういう釣り方も全然まだまだこのねブリッツ、こういうポテンシャルのあるブリッツを使うことで成立するんで、まあ皆さんもぜひね、信じてこのルアーをね投げ倒してでっかいバス釣ってみてください。お疲れ様でした。